空港来ました。はい、検査通りました。これが若干引っかかりました。ベルトと携帯を出し忘れたせいです。星野が毒薬検査にかかりました。本当です。本当だよね。毒薬検査、毒薬検査だよな。あ、飲み物を持ち込んで結果ね、ウィルキンソン炭酸が引っかかりました。コーラ味の、コーラ味の、コーラ風味、コーラ風味のウィルキンソン炭酸が引っかかりました。そんな星野に救急コーラ。コーラ買ってきた最後だから。味知らないんで一口ちょうだい。いいよ。沖縄ボトルですか。それいくらだった。150円。おなんかちっちゃいの買おうかなと思ったんだけど、まあ検査かかんなかったらいいんじゃない。検査かかんない、かかんないから手数料で40円ぐらい。ああ変わる味、普通のコーラと。すっきりしてる。お。そこそこ飲んでいいよ。どうせ余ったしちゃうような予定だし。感想なし。すっきりしてる、すっきり。何か違う？なんか一瞬毒ペかなって思った。あのね、あのなんか無名コーラを美味しくした感じ。わかるでしょ。あ、いい。無名コーラか。無名コーラを美味しくした感じ。なんか甘いなと思ったから一瞬。え、毒ペっぽいって思った。あのさ、ん、業務スーパーとか行ってさ、なんかさ、しょうもないよねコーラに。あ、あるな。あれの炭酸とかちゃんと入れたバージョン、炭酸入れたバージョンだよね。炭酸あれ薄いじゃん。あ、まあね、あれ炭酸入れたバージョン。ハードスパークって琉球ハードスパークコーラ、そうクール、そうレフレッシュ1回。アスティムライテーティングフレーバーザッツクワイチェンユアスライツウェイ。そうだね、意外といける。沖縄ボトルズ遅延してんだよね、俺の飛行機。だから30分に搭乗可能になる。って書いてあった。そうかそうか。あと7分ぐらいだよ。そうだ、ね。意外とコーラ飲み放題じゃん、俺。いけんじゃね。うん。強炭酸すぎてちょっときついんだけど。意外と強いよね、これ。思ったより強い。結構強い。どうしよう、俺さ、勢いよく飲みすぎてガスが溜まっちゃってさ、飛行機上に離陸して飛んだ瞬間ボーンってくる爆発しちゃったよ。いしょー、この辺爆発しちゃう、ドンってくる。俺がさ、あのヒルトンからさ、モノレールの駅まで行く最中にさ、風船叩き割ったじゃん。 あれみたいになる、胃が胃がパーンって回ってからハートだっちゃう、ハートの風船になっちゃう。あれは多分俺の心臓が破壊されるっていうね。デスバルーンじゃん。そう、そういうね、あのお前もこうなるぞっていうね、暗示だったの。もし俺の胃がそうならなかった場合、あのハートの風船はきっと石村の心臓を暗示してる。はい、帰ったらもう家になってる。もし石村が死ななかったら工藤が死ぬ。俺死ぬ。工藤が死ななかった場合、60年後に星野が死ぬ。ガチな方じゃないか、俺と。60年後の今日星野が死ぬ。パーンパーンでいく。星野パーン。心臓発作で。心臓爆破。結構勝ち。心臓爆破じゃね。80歳に星野が3月15日に心臓パーン。俺はプレミアムクラスちょうかね。いろいろあんのかな、羽田。あっちも、あ、東京とか。うん、
で結構さ国際通り見てから来れたの、ね、そうだね、全然余裕だったんちゃう、ちょうど良かったんじゃない、ピッタだよな、待ち時間もあんまなくて、うん、イエイ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 なんだお前これぞ黒田さんクオリティ、うなんで今カメラで言ったここに溜まってるガスが爆発すんじゃん、マジで吉田爆破まで3秒前3、2、1、パーン大丈夫そうだね、どうしよう、あれお前ちょっと浮いてねでもすれありそうなこと言っていい、すれありそうなこと、離陸してちょっと経った後にすんごいゲップが出るうーみたいなのが出そう、それはあながち間違ってはない気がする、吉田お前ゲップ始まったから1分経つんだけど、いつ止まんのいつ止まんの1分間ゲップ止まってねえんだけど、カエルの歌のプロプロカエルの歌ソンが、吉田お前の前琉球コーラの匂いばっかしかしねえんだけど、吉田東京着いたのにまだゲップ止まんないのねえ、ペットボトルがさ、空港から飛行機にさ持ち込めるようなさ状態であればさ、石尾のお土産琉球コーラでよかったな、確かにちょっと持ってていいか、いいよ、ワンちゃんさ、あんまり売ってんじゃねえ琉球コーラ、売ってんのワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、シーサー、シーサー、シソロ、シソシソロ、そう、イエイイエイイエイお前なんちょっとズボってんでしょ、シュールの好きだもんね、お前イエイイエイ売ってんの、まだ待って、そうそう、琉球コーラ叩き捨てるけどさ、欲しいの飲む、いいよ、あ、売ってた、売ってる、いくら24本で4180、ちょっと安いの、あ、上に400ml っぽいのなかった、1本高い、え、でも同じようなもんじゃね、あ、送料だけ、送料高、あ、そりゃそっか、売ってる、イエーイ、うぅ、これ以上も全く同じやつやん、結論言っておいた、何これ、あ、注いでる絵か、うん、じゃあ、OK?ちょっともうちょっと飲んどく、で叩き捨てて、こんぐらい飲み進んでいけんじゃね、ゲップがやべえよ、ゲップがやべえ、声が変やけよそれはさすがに嘘よしだ、顎しゃくれてるよ、もう頼むぐるよガスが蓄積していくんだよ、氷炭酸すぎる、もうそれ入 入るんじゃね、うん、じゃあとりあえず入るまで飲み合った、もうちょい飲んで See you next time しみて、 OK See you next time tomorrow Yeah